はい、どうも、あゆ太郎です。お友達のみほさんに来てもらいました。で今日は何をやるかと言いますとね、何ですか今日はですね今日はですね、はい、どっちが美味しい飲み物を作れるか選手権ということでね、ルールとしては1人3品用意しまして、はい、そう3品用意しまして、はい、こちらのミキサーでジュースを作りたいと思います。で、1人3品をこの中に入れて混ぜて、どっちが美味しい飲み物を作れるかっていう勝負なんですね。商品を紹介していきましょう。はい。じゃあ、みほさんからどうぞ。バナナ、リンゴ。絶対うまいじゃん、リンゴ逆。ヨーグルト。はい、この3品ですね、とりあえず。あと牛乳ね。牛乳はね、ちょっとあの混ぜるためにね。はい、じゃあ、ゆ太郎さんの3品いきます。はい、ミックスリークッキー&クリームクレープ。普通に食べたアイスボックス、はい、ね、こちらをね、混ぜていきたいと思います。じゃあ、ゆ太郎先行でいきたいと思います。じゃあ、早速作っていきましょう。イエーイ先行はゆ太郎でどんどん作っていきたいと思います。全部はいっか、半分ぐらい。結局全部入っちゃった。全部入っちゃった、ね、クレープを入れます。うまいのができんだから、僕は。で、最後にアイスね。これが決め手なんですね。あんまり牛乳もらうわ、じゃあ、ちょっと、はい、牛乳を入れます。見た目、見た目見た目、まずはトロピカル濃いな、なんかいきます。うまそう。匂いからじゃない、匂い。やばい。ああ、やばい。うまい、うまい、絶対うまい。アイスの匂い。はい、できました。真夏の果実。怖い。怖いんだけど。怖い。うん。怖いんだけど。うまっ。うまっ。喉渇いてるから。10点満点中で決めよう。これでもさ、普通になんていうの、売ってたら、ありそうだ。買わない。せーの、6 4だよ。じゃあ合計10だね。4だよ。はい、じゃあゆ太郎は10点だよね。はい、次じゃあみほさんの番です。リンゴ2個ぐらいにしとけばなんでバナナ。ちょっと舐めてみて。え、普通に美味しい。ちょっと舐めてみてなんか変なこと言ってんだけど絶対美味しいから見てて。ヨーグルト、はい、最後に牛乳。あ、色微妙。はい、ヨーグルト強いかも。にわかに、ね、ヨーグルト強くない。なんか腐った匂いじゃん。イエーイ、絶対美味しい、はい、え、果物ジュースだよ。果物ジュース。イエーイ、バーイ。絶対美味しい、これ一気にいけるよ。なんか想像してたのとちょっと違う。これ題名ね、朝食。汚ねえ、マジで。姉ちゃん汚ねえ。消せよっか。せーの、5点。自分で作ったのにさ、美味しくない。8点じゃん、俺の勝ちじゃん。本当に美味しくない。1回戦目、あゆ太郎の勝ち。第2回戦だった。好きな人は好きなんじゃない。私が作るから上手だよね。上手だ、うんって何。上手だ、うんって何。大体上手だ。第2戦目行こう。イエーイ。はい、じゃあね、1回戦目はあゆ太郎の勝ちということで。ちなみに負けたら、まあ後ほど。はい、じゃあ2戦目の商品紹介します。夏を乗り越えるためにはというドリンクなんで、まあ、レッドブルー。そうね、ポコット。なんだよこれ。チーズでしょ。チーズね。オレゴン酸プルーン、これを混ぜたいと思います。みほさんはわさびふざけてんじゃん。わさび、見てわさび、ふざけてね。チョコレート、おいしいうまい棒。うまい棒と牛乳。牛乳はいいんだよ。牛乳はいいんでまーす。まあ、美味しい。2個。プルーンはないよ。大丈夫。
ミッキーのチーズを、これ隠し味で一つ入れます。これミニちゃんだよ、ミニちゃん。うわ、ミッキー。え、何飲んでんの？なんかカクテルみたい。レッドブルー漬けみたいになってる。これチーズいらなかったら絶対美味しそうじゃない？レッドブルー漬けみたいな。ちょっとこれ見て。あ、でも匂い良くない？匂い匂いね、伝わんないよ。レッドブルー漬け。ゴー。ゴー。吹っ飛ぶかと思ったよ。できましたー。やだね。やだね。ガチで。ガチで。ハクハクハク。でもさ、これさ、いける？薬じゃない？薬。なんかちっちゃいと飲むさ、シロップ。ほら、わかる？暗くなってわかんない。そこが一番だね。見える？ここスタミナ太郎でバイ、あゆ太郎。無理し、これちょっと待って。うっうっやばい、これまつ、これやば。何これ、なんかビールみたいになってるんだけど。もう一回行こう、もう一回。いや、俺、うわ、せーの、うわ、うわ、とりあえずまっつ、せーの、ゼロ点。だってうまいとかじゃないもん。マイナスだよ、むしろ。衝撃、もうびっくりしてる、お腹が今まだ。あんなまずいも久々に食ったわ。チョコレートと牛乳まではいいんだって。ま、最後はわさびにぼ、にぼにぼにぼ、やば。うわ、別にうめえじゃねえから、この匂いは。ひいばあちゃんちの匂いがする。え、絶対美味しいでしょ。なんかさ、一回戦目のあれ似てない？俺を見てる、うん、いや、なんか私、いやー、俺匂い嗅ぎたくねえわ、これ。匂い嗅ぐね。いくよ。え、全然いける、いける。ほんとにね、ほんとに匂い嗅いでみな。全然いける、匂い全然いける、ほら。いけるでしょ。なんか甘酒の匂いするんだけど。いけるでしょ。これ見て、汚くね。汚いけど絶対美味しいから、ちょっと。なんかもう、これ自信ある。マジか。自信ある。なんだろう。はい、題名お願いします。なんだろうね、題名は。健康になれるジュース。なんだそれ。あ、俺ダメだこれ、ちょっと。なんだろう、まずくはない。いや、まずいよ。まずくはないよね、これ。あー、ダメだダメだ、取り取ってきた。え、これさ、さっきよりいけんから。でもガチでこっちの方が絶対美味しいからね、みんな。もうやだ、ほんとにこういうのお腹いっぱいになるのが一番嫌だ。腹痛くなってきたわ。せーの、1点。でね、概要欄にみほさんのツイッター貼ってあるので、フォローよろしくお願いします。あと、あゆ太郎のツイッター、ね、お願いします。 LINE アット、インスタグラム、YouTube は今、これ YouTube だから。あ、そっか、YouTube。 ふわっち毎日11時から配信、ちょっとうるさいな。お願いします。ふわっち毎日11時から配信してるので、みんな来てください。お願いします。こちらお願いします。